元気物語さんにお邪魔しています。まずですね、会社のお名前の由来教えていただけますか？はい、三河元気物語と言いまして、この地域が三河地方ということで、あとはこの地域を元気にしていきたいというか、その地域活性化のストーリーを作るということを目的とした会社ということでネーミングをつけました。起業される前は違うお仕事をされてたってお聞きしたんですけれども、はい、起業のきっかけ教えていただけますか？実は今から13年前まで公務員をやってまして、その時に地域の活性化だったりとか、まあ、産業振興だったり国際化の仕事を主にやってまして、それをまあ民間の立場で生かしていきたいというか、ここ三河というか新城っていうのはですね、歴史、自然、そしてその人の温かさとか、まあ、そういったいいものがすごくいっぱいあるんですけど、まだまだ日本全国というよりも世界も含めてですね、もっと情報発信をする可能性があると思って、そのお手伝いをできたらなということで、まあ、起業のきっかけとネーミングという形ですかね。お仕事されていて、はい、企業さんが変わっていく姿とか、はい、そういった手応えは感じていらっしゃいますか？ ありますね。で、実は私がですね、まあ、鈴木達也ということで、まあ、起業した時から鈴達ブランドみたいなことで、まあ、売っていこうということでですね、まあ、結構この愛知県だけじゃなくって東京だったり名古屋だったりですね、すごく私がこうお手伝いした企業さんの、まあ、噂を聞いてというかですね、おかげさまで、まあ、地域が変わっていったりとか、数は多くないんですけど、例えばこの地域の五平餅だったりとか、あとでお話ししますこの辺の商品はですね、国境を越えて結構ベトナムとか、最近ですとアフリカまでですね、日本の新城こういうものがあるってことを少しずつこう知っていただいててですね、まあ、お客さんにも喜んでいただいて手応えをまあ感じてるっていうか、そんな感じです。今ねお話に出てきました、はい、こちらの戦国ペーパークラフトと、はいはい、そしてこちらの飯田線のマップ手ぬぐいですか、はい、こちらもね今回オンラインに、はい、出していただけるということなんですけれども、はい、こちらインバウンドの反応いかがですか？特にこの飯田線のマップということなんですけど、うん、結構日本手ぬぐいとかこうのれんっていうのはね、海外の方に人気があって軽くてかさばらずにお土産としてはすごく喜ばれてるんですけど、うん、それにこういう地図がついてて漢字が多いっていうのは外国人の方はすごく気に入っていただいて、これが実際日本の真ん中をこう縦に走るこう飯田線で、これだけ駅の間隔が短くって駅がたくさんあるってことはですね、もちろん日本の鉄道オタクの中でも飯田線って人気なんですけど、そういうお話をしてあげたりとか、周りにそういう秘境駅というか、あまりこう人が行けないようなそういう駅があるんだよっていうことで話をすればするほどこう気に入っていただいて、もちろんこういうテーブルクロスだったりとか、普通にインテリアで壁掛けにとかですね、でベトナムとか結構自分のお客さんで年に何回か行くんですけど、ちゃんと例えば社長室とかこうインテリアにしていただいたりとか、結構人気があります。飯田線って94駅もあるんですね、うん、今びっくりしましたよ。94もあるんですよね。私もこれ全部乗ったことがないんですよね。実は飯田まではよく行くんですけどね、これからお客様のターゲットとしてはもちろん日本から海外へのお土産だったりとか、海外でそういう日本のものを売ったりとか、日本の文化をご紹介していただくようなお店に置いていただけたらなという思いは持っています。そうですよね、とても味わい深い絵と、そして文字もね、はい、とても味がある文字ですね。